LXC とリブバート LXC は一つの Linux カーネルを実行しているコントロールホスト上で複数の隔離された Linux システムを走らせる OS レベル仮想化のソフトウェアである。Linux カーネルが c グル g l e p s という機能を提供を利用することでリソースの制限と優先順位に付けが可能になっており、そのために仮想マシンを使用する必要がない。また、 名前空間の隔離機能を利用すればアプリケーションから見たオペレーティングシステムの環境を完全に隔離することができるためプロセスツリー、ネットワーク、ユーザー識別しマウントされたファイルシステムを仮想化することができる。LXC はカーネルのクループスと隔離された名前空間のサポートを組み合わせることでアプリケーションのために隔離された環境を提供する。 初期のバージョンの Docker は LXC をコンテナ実行ドライバとして利用していたが Docker V0.9 ではオプションとなり Docker V1.10 でサポートが終了した LXC は Linux カー r n e l 2.629から利用可能になったクグループスに依存しているまた LXC は他の名前空間を隔離する機能にも依存しておりそれらは Linux カーネルのメインラインに統合されている。2014年2月20日に LXC 1.0がリリースされた。Ubuntu 1 4 0 4 l t s などに含まれ安定版ブランチが Git に作られ1.0以降は API は上位互換性を保つ。以前は LXC コンテナはオパンブスのような OS レベルの仮想化メソッドと比べてセキュリティが劣っていた。 バージョン3.8以前の Linux カーネルでは、クルートジェイルとほとんど同じように、ゲストシステムのルートユーザーが、ホストシステムのルート権限で任意のコードを実行することが可能だった。しかし、LXC 1.0リリース後は、一特権コンテナを用いて、コンテナをホスト上の通常ユーザーとして実行することが可能となった。一特権コンテナはハードウェアに直接アクセス。 できないという意味で、より制限されている。また、LXC1.0 のセキュリティモデルでは、適切に設定すれば特権コンテナでさえ十分な隔離を提供するとされる。Linux には、o p ン n b s や l i n u x ベサーバーといった類似の OS レベルの仮想化があり、他の OS では、FreeBus の Jail や Solaris コンテナーズがある。ありがとうございます。